来たぞ、この重々しい感じ。バカめ、この俺様にかなうはずがあるまい。くっくっく、さすがはルガー様、お見事でございます。こやつらの死体は私めが処理しておきますので、お先にお城へお戻りください。今これデュラン、ケビン、ホークアイと鉢合わせになってるはずなんだよな。下に移動したってことはさ、ルガーが。さて今日もなかなかうまそうな魂を手に入れることができましたよ。アルテナ兵がみだらな格好で寝てやがるわ。これアンティマジックっていう即死魔法なんだけど、もうすでに死んでる人間に対して使うってよくわかんねえよな。ふわー、答えられませんね。まだ食い足りないんですが、さすがにこっちの魂は仮面の闘士様に献上しなければなりませんかね。この仮面の闘士っていうのはケビン、シャルドットを主人公にした場合のラスボスが仮面の闘士。最近ちょっと間引きしすぎましたからね。我が主仮面の闘士様は聖域への扉を開くにあたり、禁断の古代呪法のためにたくさんの魂を必要とされている。こうして私が途中でピンハネしているのがバレたら殺されてしまいますよ。ああ恐ろしい。これがエナジーボールかな。でも聖剣伝説3ってクリティカルっていう概念がないからさ、エナジーボール意味のない技なんだよな。せっかくケビンのデスハンドで覚えたはずなんだけど。おや、獣人王のポンクラムスクのお帰りかね。お前、カールの命にまだる、嘘ついた。へへ、バカ、そんなのに引っかかるなんてまだまだガキってことや。まあそういう単純なバカほど魂の味は格別うまい。カールの魂もうるうにした上出来だったわよ。貴様、スタンドウィンドウみたいなやつじゃなかったか。アンジェラのルーンマスターで覚える技。クソ、体動かない。うひひひ、お前のごちそうにありつけたわ。今お前の魂もカールの元に送ってやるよ。カールってでも死んでないんだけどな。獣人王が、まあ、ケビンがさ、そのカール死んだと思ってカールを土の中に埋めるんだけど、実はカールが死んでなくて、それを獣人王が掘り起こすみたいな、そういうのあるんだよな。ケビンをその主人公にしてた場合は。で、死を食らう男、私の腹の中にね。待てよ。何、あんたたち人の食事の邪魔をするとは許しませんよ。待て、俺がやってやる。今絶対鉢合わせになってたはずなんだけどな。森の中でケビンの姿を見かけたので戻ってきた。ケビンだけはこの俺の手で倒す。森の中っていうか、もうすぐそこですれ違ってるはずなのにな。ルーガー髪めっちゃ長くね。あれ腰の下ぐらいまで髪、あれ髪だよな。マントのちょっと下あたりにさ、多分なんかあれマントかな、赤いマントで、マントの上の部分がマントなのか、そのマントと同じ色のヘアゴムなのかさ、わかんないけど、マントと同じ色のヘアゴムで髪とどめてたとしたら、すごい長いよね。太ももあたりまであるよな、あの髪。えひひひひ、どうぞご自由に。はぁ、おー、獣化した。で、負けじとケビンも獣化して、あとは4メモリで、あ、しまったしまった。ドレイクの鱗。てか、アイテム補充してねえじゃん。やっちゃった。ポトの油も。あ、まあいいや、パックンチョコが、こんだけあるから大丈夫だろう。で、あと技を、第2形態まで貯めないようにしてやれば、こいつはそんなに強くないはずだから、言うて、あと2、3分。あ、まあいい、オッケーオッケー。投げ技なら問題なし。いや、問題あるわ。崩壊。とりあえず全体技で、清流殺神拳と、スザク
視点の前だっけ、なんかそんな技があるんだけど、それを使ってこないことを祈るしかない。うわー言ったらやってきやがった清流殺神拳、これがやばい技。ね、一番精神高いホークアイでちょっと回復させて、これで何歩回復する。あーオッケー、まあこれぐらい、ちょっと心もとないか。いや、もう一回使うか。いや、なんで回復アイテム補充しなかったかな。もう技を使わないにするのに夢中になってたな。やらかしたわ。で、ウルフに変身して、これさっきの、倒しちゃった。獣人王がさっきの、その、最初に変身したウルフはブラックファングで、その後に、ブラックファングでバスタードラムの技を使って、で、その後に、変身してブラッティウルフに変身して、まあ清流殺神拳を使ってたんだけど、なんかちょいちょいそのルガーが獣人化する変化先、進化先が違って、その進化先ごとの技を出すみたいな、そういう感じだったんだよな、この今のボス戦。キー覚えてらっしゃい。で、月読みの塔に入ってったのに、今からこの月読みの塔にデュランたちも入るんだけど合わないんだよね。どこに消えたんだっちゅう話なんだけどさ。ああ、なんか OTL だ。ハルルガー。え、ケビン、俺はお前が憎かった。生まれながらにして獣人王の後継者として格闘の奥義を教えられながら育てられたお前が。ルガー、俺は獣人王様から格闘奥義を喉から手が出ることを教えてもらいたかった。だからお前のことが知るほど羨ましかったんだ。しかし俺は一介の獣人兵、それも叶わぬ夢。ところがお前は争い事を嫌い、せっかくの教えを無駄にした。俺はそんなお前が許せず、格闘技だけはお前に負けないよう修練したのだ。だが実際はこのざまさ。ルガー、お前十分強い。獣人王の後継者、お前にこそふさわしい。ケビン、ありがとうよ。今度生まれ変わったらお前と戦って、そして完全勝利してやるぜ。その日までにできるだけ強くなっておけよ。まあ今からルガーは赤ちゃんに転生するんだけどな。ルガー、月の精霊ルナの力を使って、まあ、獣人を赤ちゃんに転生させて、まあ、赤ちゃんになったルガーを森にいる獣たちが育てるみたいな、まあ、獣人はみんなそういう風にして育つんだよっていうのはこの後ケビンが教えてくれるんだけど。ルナ、あなた月の精霊ルナね。ええ、あなた方が来るのを待っていました。もちろん力をお貸しします。月の精霊ルナの力を手に入れた。ルナ、お願い、ルガーを助けて。彼の望みを叶えてあげることだけならなんとか。ああバブだ。彼の陛下から命を救うには、彼の言葉通りもう一度生まれ変わらせるしか方法はなかったの。この赤ん坊ルガーか。声だけはさ、ルガーのまま変わってないんだからさ、気づきそうなもんだけどな。めっちゃ太い声で泣いてたじゃないか今。そうよ、きっといつかこの子は大きくなり、あなたと戦うためにやってくるはず。怖いよねこれ。自分を殺そうとしてるやつがいるってちょっと怖いよね。何年先か分かんないけどさ、 10年後とか15年後とか20年後に自分に明確な殺意を持ったやつが襲ってくるってちょっと怖いよね。そうか、ルガー坊や、おいら待てろ、いつまでも。キャキャキャ、どう。まあ、フェアリーが心配すんだよね。ねえねえ、大丈夫なの？あんな赤ちゃんが森の中に入ってって。
獣人、赤ん坊は皆森の中で自然に育つ。森の動物たちが赤ん坊を拾って育てる。全然心配いらない。これ、獣人の常識。コメディ映画とかでもないような驚き方だよな。昭和中期頃のさ、コメディアンの驚き方みたいな、そんな感じだよ、このデュランの。すげえなって。ルナ・マラストーンは？この上の月読みの塔の1階にはラストがあります。アルケラの兵士たちがエネルギーを解放しに攻めてきましたが、ルナたちによって守られました。じゃあまだ無事だったのに。でも今シオクラ男が塔の中に入っていったよ。大丈夫かにゃ。あと追って入ってみようよ。おお、レベルも上がってる。いいね。あー、しまった。これ、あ、覚えた。ダイヤセーバー味方ターンを覚えた。知性精神が8以上あれば覚えるのかな。はい、とりあえずマナーストーンは問題なくあるわ。これ何、またクラッチンジするかどうか試しましょうみたいなこと言うのか。うん、そういうわけではないか。こんなところに月のマナストーンがあったのね。マナストーンが塔の中に封印されているために塔を中心にこの森全体がいつも夜になってしまっているんだわ。え、これもうなんか運び屋とか使ってこのマナストーンちょっと外に出してやればいいじゃん。ふーん、マナストーンってのは厄介な代物だな。俺はこんな夜だけのところは真っ平だね。いや、俺むしろなんか夜だけのところの方が好きだわ。やっぱ肌弱くてさ、まあ、紫外線苦手なんだよね。だから日中外に出るときはもう日焼け止め必須だからさ、もうずっと夜であってほしいみたいに思うことがたまにあるわ。で、ところであの変な野郎はどこへ消えたんだ。まあ、変な野郎呼ばわりされてるわ、塩倉男。あの男はすごく邪悪な気配がしたよ。でも今はもうそれも感じられない。もうこの辺りにはいないんじゃないかしら。そうか、謎の死を喰らう男、ナバールの美獣、そしてアルテナのグレンの魔導士、みんなが聖剣の扉を開いてマナの剣を奪おうとしてる。まあ、三すくみみたいな感じだよな。三剣分立的な感じだよ。せっかくここまで来たんだ、負けるもんか。特にグレンの魔導士にだけは。そうね、残っているのはキロツエレドリアードだけよ。英雄王様がおっしゃっていたランプバラの森のどっかにいるというディオール村の妖精を探しに行きましょう。まあ、シャルロットをパーティーに入れてないから、そのディオールのランプバナの森っていうのがあるんだけど、そのランプバナの森の謎解きがすごい楽。ありがたいよね。もう初見でさ、シャルロットを仲間にしてない人が聖剣伝説3やってたら結構きついと思うな、あの謎解き。まあ夜になれば気づくかもしんねえけど、その夜になったらピンク色に光るっていう花があって、そのピンク色に光ってる花が進行方向なんだけど、そのピンク色に光ってる花の方向に行けば、まあエルフの隠れ里ディオールみたいなとこに着くんだけど、いかんせん夜しか光んないから、まあ朝早い時間帯とかに行っちゃったら気づくことができないからさ、まあ大変だとは思うわ。しかも昼間の時間帯からやってれば、その徐々に赤くなってくからさ、夜になると。だからそれに気づきにくいよね、そういう少しずつ変化するやつって。まあテレビとかでもクイズ番組とかでもあるじゃん、どっか一箇所が時間の経過とともに変わっていきます、さてどこでしょうみたいなやつあるじゃん。あれになかなか気づけないのと同じでさ。あ、ちょっと待って、ドレイクの鱗補充するか。あ、ポトの油も補充しよう。まあそれに気づかないのと同じで、まあなかなか大変だとは思うわ。もう全然ねえな、ポトの油とかも。で、いらないの。夢味噌いらねえな。夢味噌ドレイクの鱗に交換。うん、これでボス戦がしばらく楽になるはず。こっちだったっけ、道。このまま東の方に行けば OK か。
いいね、バウンドウルフ3体だけだったらそんなに怖くはない、まあ、たまに噛みつき攻撃とかもしてくるけど、あの獣人間と比べたら全然楽だわ。まあその分経験値少ないのかな、ちょっとたまに傷だよね。んでマンドロチートばかり、デュランの HP が減っているから回復させて、これ道あるよね。でこっち行って、まああと2マップぐらいで終わるかな、この森も。あれまだか、あれ こんなマップあったっけ、このマップから来たか。あで、あとあれ戻さないとダメだね、技を使わないの状態になってるから。てか俺以外全然攻撃してないんだよな、ホークアイもケビンも。4メモリすら溜まってないんじゃないか。いやケビンは溜まってたか。まあ、時間短縮するんだったら別に技を使わないでもままでもいいんだけどな。まあでも実況だからたまにこういう派手な演出入れといた方がいいよね。月のコイン、月のコインってどういう効果だったかな。ボディチェンジだったかな。ルナとドリアードはちょっと他の土火水風の攻撃魔法と比べてなんかちょっと特殊な感じなんだよな、コインでできる技っていうか魔法が。でこれで月夜の森ももう来ることはないかな。いや来るわ。月読みの塔あるんだよ、獣人制で。獣人だっけ、人獣、神獣か、神獣戦がこの後あるんだけど、もうあと4パート5パートぐらい先にあるんだけど、その時にその神獣戦の一環で月読みの塔の最上階にいる神獣を倒すみたいな、そういうイベントがあるから、どっちにしろここに、まあ、月明かりの都ミントス、月夜の森、月読みの塔には戻ってくることにはなるな。もうこれで最後ですみたいなことを言おうとしたけど、まだ続くわ。でピーキャラブへ。さっき手に入れた月のコインってあれ非売品かな、ブラックマーケットに売ってるかな。まあブラックマーケットもちょっと頃合い見つけてフラミー仲間にしたあたりで行きたいよね。ポトの油がもう在庫ないからさ、行っておきたいんだけどな。フラミー手に入れた後じゃなかったら、これどっちから行ったらいいんだ。これね、忘却の島って言って後で来ることになる、何パートか先で。こっちじゃないな、多分これがエルフの都ディオールなんだよな、この今画面に映ってる村が。この辺に海岸線が、ブースカブが行ける海岸線があればいいんだけど、でこれか、これでいいんだっけ。これワンダーの時間に繋がってなかったか。いやワンダーの時間そもそも海に繋がってねえわ、フラミーで移動するんだから。だからこっちで OK か。でランプバナの森、ちょうど夜だ、いいねこれは。でルナが正解なんだけど、他のキャラ使ったらどうなる、何も起こらなかった。私の役不足ね、力不足ねって言うかなと思ったけどさ、そういうなんかキャラの精霊個々のセリフみたいのはないんだな。じゃあルナと、この植物が月予想ね、私の力で何とかできそうですよ。で新たな道が現れた。いやでもレベル低いんだよな、シャルドット。いるシャルドット、なぜこんなところに。おや、これは皆さん、シャルドットはおじいちゃんの病気を治すためにディオールに行く途中です。皆さんが白鳥にもシャルドットを置いていってしまったので、波乱万丈の冒険の末やっとここまでたどり着いたんだち。そうか、すまなかった、あんまり思ってないけどな。
分かればいいんでち、大砲に乗るという命がけの大冒険だったんでちから。まあだからあれなんだろうな、クラッシュエンジしてない状態なんだろうな、こんなところにまで来てるのに関わらず。なんだ、じゃあマイアに船で渡ってボンボヤジの大砲に乗っただけか。いやでもそれもだいぶ勇気いる行動だと思うけどな。大砲に乗ってさ、ここに飛ばされたってことでしょう。よくその生身の人間の体のままで死なずに済んだと思うよ。まあまあそうとも言うでち、それはともかくあんたちゃんたちこそこんなところで何うろうろしてんでちか。エルフの村ディオールを探しに行くところさ。なんかさっきの笑ってる時の顔とちょっとシャルロットの表情違うね。ひゃひゃひゃ、きっとあんたちゃんたちはたどり着けないでち。シャルロットはおじいちゃんからちゃんとこの森の秘密を教えてもらったでちからね。このイベントがないんだよな、シャルロット仲間にしてたら。なんか一応でもなんかシャルロットがその森の抜け方に関して、なんか思い出せないでちみたいな感じのこと言うようなイベントがあったような記憶があるんだけどさ、シャルロットパーティーに入れてた場合。なんだよそれ。へへ、あんたちゃんなんかに教えてやらないでち、お尻ペンペンみたいなこと言うんだよな。へへ、教えてなんかやんないでちで逃げやがった。まあでも次のマップでお約束の光景が見えるんだよ。まあ、敵にちょっと襲われてるシャルロットを助けてやることで、今レイプされてたらシャルロット。まあ別にこのシャルロット助けなくてもいいから、スルーするかこのシャルロット。俺はもうすでにさ、この森の秘密知ってるわけだからさ、別にこのシャルロットスルーしてもいけるんじゃないかな。どうなんだろう、ちょっとスルーしていってみるか。今の赤く光ってる花の道の方を辿っていけばディオールに着くんだよ。まあ、今のシャルロットは見えなかったってことにして、この敵あれだな、防御力硬いね。防御力が強すぎる。あーなんかいるな、左の方にちょっと槍の先端が見切れてんだけど、ギャルビーだったかな、ギャルビーみたいな敵がいる。あーうわ、パワーアップしてやがれ。ドレイクの鱗だよ。まあ、要はリースだよね、槍持ってるから。リースを仲間にして光属性にしていれば、今のステータスアップ系の魔法を覚えるようになる。パワーアップとかマインドアップとかプロテクトアップとか。逆にリースを闇にしていれば、その敵の武器じゃない、敵の攻撃力とかを下げるプロテクトダウンとかパワーダウンとかを覚えるんだけど、でリース闇にして、なおかつそのパーティーにさ、ホークアイの闇がいたとしたら、その魔法が被っちゃってるから、なんというか、まあ無駄にしてる感があるよね。まあ、でもホークアイとリースを同じパーティーに入れてさ、プレイするっていう人結構いると思うから、まあそういうプレイをするときは、まあ、リースを光にしてステータスアップの魔法を覚えさせて、ホークアイを忍者にしてステータスダウンを覚えさせることで、まあ、うまく帳尻が合うみたいなさ、そんな感じだよな。あーオーガボックス戦いたいな、この辺。あーダメだった、狙ったんだけどダメだった。うん、まあホークアイ闇、リース闇は本当にやっぱスペックを持て余す感あるよな。二人とも同じタイプの人間だからさ、それがまあその物理攻撃を得意としてるさ、まあデュランとケビン、このパーティーだったらデュラン、ケビンがなんか戦闘タイプになってるけど、まあ、戦闘タイプだったらまだいいと思うんだけどさ、その補助タイプが二人いるってちょっと微妙な感じだよな。まあ、攻撃補助回復のバランスでパーティー組んでれば、まあ、そこそこバランスのいいパーティーかなって言えるけどさ、補助2人はちょっともったいない感じするよな。ちょっと他のキャラにの席なかったのみたいな、そんな感じになるよね。で左、今のポロンはもうめんどくさいからする。でちょうど夜が明けてきてるな。
これがリロイとシエラのお墓かな。今誰かのお墓があるになってるけど、これはシャルロットの両親の墓で、こいつらなんか人間嫌ってるせいかさ、すんごい逃げるんだよね。話しかけてもさ、この無言、めっちゃ足速いよね。で、ヤノも止まらせてくれないんじゃないかな。ほらもうに逃げてる、もうこっちは傷ついてるからさ、ヤノ止めてほしいんだけど、これパーティーにシャルロットいても逃げるからな。最初にその精霊王の家に行ってイベントこなさないと、こいつらはフレンドリーになってくんないから厄介だよね。もう武器防具も買えないからな。エルフも髪長いよな。後ろ髪、これなんか後ろ髪縛ってない？後ろ髪なんか縛ってる感じになってるよね。あんま荒ぶるんだよ。結構長いわ。笑い飯の西田と同じぐらいの長さあるわ。いや、お腹減ってきたな。実況ってほんと腹めっちゃ減るよな。なんでこっち。ここがその親方の部屋。親方のその屋敷。こいつが妖精を、人間と話すことは何もない。お引き取りくだされ。妖精王様、私たちにお力をお貸しください。今これなんかシャルロットを助けてなかったことでこういうセリフ言われたのかと思ってちょっとハッとしたけど、こういうイベントの話なんだね。まあフェアリーが出てきて、フェアリーに選ばれてる人間たちだったら仕方ないなみたいな、そういうこと言うんでしょ、精霊を。なんとお前たちはフェアリーに選ばれし者だったのか。シャルロット、助けてなかったシャルロットが自力できやがった。え、やってみなしゃんを見つけたでち。こんな弱い美少女を置いてけぼりにするとは血も涙もない極悪人でちに。ここセリフ変わるのかな。あの、のたれ死んでたシャルロットにさ、話しかけてランプバナの森の秘密を教えてもらってたらさ、ちょっと変わったのかな、ここのセリフ。いや、でもそれでもシャルロット単独行動するから、ここ同じセリフなのかな、変わんないのかな。ここはあー、プンスカしてるわ。激横だ。激横プンプン丸、ムカチャッカファイヤー、激横スティック、ファンタスティックドリームなんちゃらみたいな、そんな状態だよね。シャルロット、シャルロットではないか。あんた誰って言うんだよな。あれみたいだな、エヴァンゲリオンみたいだな。あんた誰？そうか、無理もない。お前がこの村からウェンデルに引き取られていった頃はまだ幼すぎて何も覚えていないんだろう。あんたさんが妖精王でちか。あ、それよりもうちのおじいちゃんが大変なんでち。妖精王のおじいちゃん、うちのおじいちゃんを助けて。光の司祭様は生徒を守る結界を張られた時に禁断の古代呪法をお使いになり、呪文にかけられた呪いによって不治の病にかかり倒られたそうです。ざまん。そうだったのか。司祭殿とは二度と関わり合いになることはないと思っていたが、リロイとシエラがあの世で導いているのかもしれん。パパとママが。そうだよ、シャルロット。リロイとシエラはずっとそのことで悲しんでいた。何せ人間とエルフの禁断の恋じゃったからな。エルフと人間の恋は禁断の恋。互いの命を縮めるため、わしも光の司祭殿も二人の結婚には反対したのじゃが。どういう作用があってお互いに寿命を縮めるのか謎だよね。その辺はご都合主義なのかしらね。リロイとシエラは命より大切なものがあるとこのディオールの村に駆け落ちして結婚しよった。実に幸せそうな彼らを見て、わしは説得を諦めたのじゃ。エルフと人間が駆け落ちして問題ないんだったら、そのなんかエルフと人間のハイブリッドであるシャルロットはどうなんだろうな。寿命縮まったりしないのかね。それからしばらくしてリロイもシエラもシャルロットを産むとすぐに他界した。しかし彼らは決して後悔はしていなかったよ。光の司祭殿は最後まで息子のリロイを許してやれなかった自分を責め、償いにシャルロットを大事に育てることを誓い、この村からシャルロットを引き取っていったのじゃ。そしてわしは再びこのような悲しいことが起こらないよう、
このディオールの村を人間界から隠し、エルフたちだけでひっそりと暮らしておったのじゃ。ぷぷぷぷぷふきぇ、喉つぶれそう。しばらくそっとしておいてやろう。死体殿の不治の病、マナが少なくなってしまった今、おそらくこの足にもどうすることもできん。やはり、マナの金を手に入れ、マナの女神様の復活を待ってお願いしてみるしか方法はなさそうね。よせよ。フィアリーと我々は聖域の扉を開くため、各地の精霊たちを探していきます。木のマナストーンの近くへはどう行けばいいですか？ランプ罠の森の北西に、マナの女神像があるはずじゃ。そこで月の精霊ルナの力を使いなさい。夜に反応するランプマナは自ら道を開くであろう。とまあ冒険のヒントを教えてもらって、これでエルフたちがようやく口聞いてくれる感じだよね。ディオールの村はエルフたちだけの村、人間界から離れずっと静かに暮らしていたのですはあ。ランプアナの森の北にはワンダーの樹海と呼ばれる原生林が広がっています。まあこっからはいけないからフェアリー使わざるを得ないんだよね。ランプアナとワンダーの樹海の境界あたりに木のマナーストーンはあると言われていますよ。まあ木のマナーストーンがあるところにも行くことはできないんだけれども、武器防具とかどうなんだろう、更新されてんのかな。更新されてたとしてもお金がないから買えないよね。高いシャムシール、シャムシェードみたいな名前の歌手いたよね。アシュラ、なんか忍者だからやっぱあれだよね、ちょっと和名が多いよね。これあれだな、ちょっとお金裏で貯めておいてよ。レベルも低すぎるし、ちょ次のパート始めるまでにちょっとレベルを23、4、5ぐらいまで上げて、武器防具買えるだけのお金も貯めてさ、まあそうしないとちょっと今後きつすぎるから、まあ裏で1時間ぐらい、1時間か2時間ぐらいレベル上げしてれば大丈夫かな。まあこういう強いなんかリフレックス、バイザードヘルも強そうだよな。で、この、なんか、作家みたいな帽子、妖精の帽子。まあこういう武器防具も、まあひとしきり揃えられるような状態にしておくかな。なんか裏にも、この上の方にもなんか、いるのかな、エルフの人たち。私たちエルフの寿命は人間よりもずっと長い。そのくせリロイとシエラは死んだのか。でもシエラ様は人間のリロイ様と結ばれるため、エルフに伝わる秘宝によって人間に変身したのです。はあ。だとしてもさ、リロイの方が寿命縮めんのは謎だよね。でもその秘宝は人間に変身した後の寿命を短くしてしまうだけで、相手の、しまうだけでなく、相手の人間の命を短くしてしまう悲しい呪法だったのです。はあ。そういうこと？んで、こっちはなんか変わった間取りだね、これ。人間なんか大嫌いだ。この前あれだよな、ゲド戦記放送されてたよな。命を大切にしないやつなんか大嫌いだみたいなさ。それをちょっと思い出したわ、この、こいつらのセリフで。人間界に戻ってもこの村のことは誰にも話さないでくださいね、お願いします。そう言われたらな、そう言われたら話したくなっちゃうよね。いや、裏の方になんかいなかった？あ、違う。広い町なのかなと思ったけど、単純にここにあれか。こうなってただけか。なんか無駄に広いんだね、ここのスペースだけ。さっきなんかエルフがここら辺にいたような気がしたんだけど、まあ村人の誰かがこの通路から迷い込んで、まあ上の方に行っちゃったんだろうな。アイテム用は何？アイテム売ってるだけか。まあ今そんなに使ってるわけでもねえから、何かを補充するとかはいいかな。で、村の入り口の脇にある2つの小さなお墓は禁断の恋によって命を落としたリロイとシェラのお墓です。天国で永遠に結ばれたことでしょう。木のマナストーンの守護精霊はドリアード。でも我々エルフでさえもう何年も見かけていませんよ。あなたたちで見つかるかな。まあ、あれだからな、フェアリーに選ばれし勇者たちだから問題なく見つかると思うぜ。で、これからリロイのお墓で、シエラのお墓と。で、ある程度この村でやるべきことは全部終わった感じだから、時間も時間だし、この辺で、まあ止まって、セーブして、まあ夜に残してもらうか。終えるとするかな。
と時の休息。この辺でお絵を次回に続く。